おはようございます。今日も一緒に太陽礼拝を行いましょう。最高のあなたに、この一つのプラクティスがつながっていきます。深い息であなたの内側へとつながりましょう。スーリアナマスカーラ太陽礼拝を行います。まずはタダーサナ山のポーズで一度大きく息を吐き、吸い込む息で両手を上げ、親指をクロス、手のひら正面、胸を開いてウルデブハスターサナ。吐く息前屈です。足先のラインに指先を揃え、膝を曲げても構いません。深い前屈。今度は顔を上げて半分の前屈、吐いて深い前屈。右足遠く後ろ、お膝をついて足の甲を寝かせたら、吸い込む息でお腹の力で体を起こし、猿のポーズ。吐いて両手大地、前の足後ろに下げて、足先をしっかり使って八点のポーズ。顎胸マット、体を前にグッと送り出してうつ伏せ。背筋の力で体を起こします。コブラのポーズ。吐いて体を下ろしたら、お腹の力でぐっと体を起こし、下向き犬のポーズです。呼吸を整えます。吐き出す息でお腹薄くなっていく。手と手の間を見て、右足一歩前です。後ろの膝を置いて足の甲を寝かせたら、吸い込む息でお腹の力で体を起こし、アージェニアサナ猿のポーズ。吐いて両手を大地へ、後ろ足蹴って前、指先をついて手のひら床から離し、お顔を上げます。吐いて深い前屈。両手横から大きく広げて、太陽が昇るような気持ちです。親指クロス、手のひら正面、胸を開いてウルルブハスターサナ。両手ご自身の中心軸をなぞるような気持ちで、胸の中心、一度大きく息を吸い、吐いて吸って、両手空、親指クロス、手のひら正面、ウルデブハスターサラ。深い前屈、ウッタナーサラ、膝曲げて構いません。お顔を上げて、アダウッタナーサラ。吐いて深い前屈、左足後ろ、お膝をついて足の甲を寝かせたら、吸い込む息で体を起こします。お腹の力、猿のポーズ。吐いて両手大地、さあ右足後ろ、八点のポーズ、顎胸マットです。体を前にグッと送り出したらうつ伏せ。両手の位置を確認し、肩甲骨を腰の方向に下げ、背中の力で上がります。コブラ。体を大地に委ねるように下ろしてから、ゆっくりとお腹の力でアップ、下向き犬のポーズです。アドムカシバナアーサナ。呼吸を整えて、手のひらでグーッと大地を押して押して、手と手の間を見たら、左足一歩前です。後ろのお膝をついて足の甲を寝かせ、体をゆっくりと起こして勇ましく、猿のポーズ。両手を大地に、後ろ足蹴って前、足先のライン、指先を揃え、お顔を上げてから、吐いて深い前屈。両手横から大きく背中の力を使って、親指クロス、手のひら正面、胸を開いてウルルブハスターサナ。太陽の光を浴びながら、両手胸の中心グラウディング。はーっと吐いて腹に気を沈め、吸って両手空、親指クロス、大きく胸を開き、ダイブするように前屈です。ウッタナサナアーダ、ウッタナサナ、ウッタナアサナ。右足遠く後ろ、お膝をついて足の甲を寝かせたら、猿のポーズ、万歳。耳の横、エネルギーたくさん受け取って、両手大地に導き、後ろ足へ前の足揃えるようにし、八点のポーズ。後ろ足グッと蹴ってコブラのポーズです。さあかかとパカッと開かないように真上向いてますよ。吐く息で下ろし、吸い込む息とともにお尻を上げるようにして、犬のポーズ、下向き犬のポーズで呼吸を整えていきます。手と手の間を見たら、右足一歩前、後ろの膝をついて足の甲を寝かせ、体を吸い込む息で起こし、両手万歳。耳の横、吐
吐いて両手を大地に導いたら、後ろ足蹴って前へ、お顔を上げてアーダウッタナサナ、深い前屈ウッタナサナ、両手横から大きく広げて、そう、親指クロス、手のひら正面、胸を開いたら合掌、胸の中心、大きく息を吸い、吐いてグラウンディングしてから吸って両手を上げ、吐いてバンザイからダイブ、ウッタナーサナ、深い前屈アダウッタナーサナ、ウッタナーサナ、深い前屈から左足遠く後ろ、膝をついて体を起こし、バンザイ耳の横、吐いて深く両手を大地へ、右足後ろ発展のポーズ、アシタンガーサナ、体前に送り出してコブラのポーズ、ブジャンガーサナ、背中のライン美しく、体を大地に下ろし、お腹の力で上がっていきます。アドムカシバナサナ、下向き犬のポーズです。手のひらで大地を押し続けて、お腹薄く息を吐き続ける、吸い込む息でお腹が広がり、吐いて手と手の間を見て、左足一本前、後ろの膝をついて、さあ耳の横万歳、猿のポーズ、かっこよく両手を大地へ、後ろ足蹴って前、お顔を上げて、吐いて深い前屈、両手横から大きく広げて、親指クロス、手のひら正面、胸を開いて、ウルドゥブハスタアサラ、両手胸の中心です。息を吸って吐いて、吸い込む息で両手を空、ウルドゥブハスタアサナ、ウッタナアサナ、アーダウッタナアサナ、ウッタナアサナ、右足、そして左足も下げてプランクポーズ、棒のポーズです。顎を引いて、さあそのままチャトランガダンダアサナ、もしくは発展のポーズ、うつ伏せ、背筋の力でアップ、一回体を下ろし、両膝を曲げて足の甲を両手で取ります。ダヌーラーサナ、弓のポーズ、肩甲骨寄せて、ゆっくり体を下ろして、うつ伏せから足先を立ててアップドッグ、さあ肩甲骨、肩を下ろして、そこからお腹グッと上げていきます。犬のポーズです。手のひらで大地押し続けて、右足一本前、さあそのままお膝つかずに上がっていきます。お牛のポーズで力強く、後ろの足先やや内側に向け、前のお膝しっかりと曲げて、両手肩のラインです。戦士のポーズの2番、そのまま前の手の肘を曲げ、太ももの上、あまり肘に体重乗せすぎずに、反対の手耳の横にスーッと引き上げて、太ももに置いている手外して小指サイドに置いても構いません。お腹しっかり使って戻り、後ろの手を太ももの上、前の手を引き上げるようにして、チンムドラ、親指と人差し指で輪っか、両手肩の高さです。戦士のポーズ2番に帰ってから、両手を第一、さあプランクポーズ、チャトランガダンダーサナ、もしくは発展のポーズ、うつ伏せ、背筋の力を使っていきます。ぐーっと、はい、アップドッグ、太もも床から離して、肩の力抜いてね、そう、お腹で上がります。下向き犬のポーズ、手と手の間を見て、左足一歩前です。さあそのままお膝つかずに体を持ち上げて、万歳、耳の横、勇ましく足を強く使って血流アップ。さあそのまま後ろの足先やや内側に向けて、反転させるように体を開き、両手肩のライン、ビラバドラ2番、そのまま前の手の肘を曲げ、太ももの上、耳の横に反対の手をぐっと上げていく。太ももの手を外して小指サイドに置くのも良いでしょう。さあ、お腹を使って戻っていきます。後ろの手、太ももの上、前の手、ぐっと脇を広げるように上げていく。チームドラ。両手、傘の高さ、ピラバドラから両手を第一、プランクポーズ。チャトランがダンダーサラ。もしくは発展のポーズです。うつ伏せ、ブジャンガーサナ、コブラのポーズ、アップドッグ、お腹の力です。グッと上がって下向き犬のポーズです。一呼吸、足踏み、
していただくととても気持ちよくて、体が伸び伸び広がっていくのを感じられると思います。手と手の間、右足一歩前、左足一歩前、アダウッタナーサナ、ウッタナーサナ。体を横から大きく開いていき、親指クロス、手のひら正面、ウルデブハスターサナ。両手胸の中心、一度大きく息を吸い吐いて、両手体側、今の心と体をじーっと感じていきます。ありがとうございました。今日もご一緒できて嬉しかったです。また一緒に太陽礼拝やりましょうね。素敵な一日を。バイバーイ。あなたと出会えてよかった。あなたがあなた自身と出会えてよかった。ありがとう、ありがとう、ありがとう。素敵な一日になりますように。あなたが生きている今日は素敵な一日です。ありがとう、ありがとう、ありがとう。